って5号館入り口がここですが、そのすぐ02緊急産業局自主研究会夢創造の会がここにあるみたいです。こんにちは。あ、川さんどうも。あ、お疲れ様です。なんか大変ですよ。なんか大変なんですよ。なんか全然お手伝いの申し訳ないです。昨日彼来ました部屋に、で。これ全部お一人やようになったとか気ではないですね。あ、そうですか。セッティングはみんな。セッティングの片付けはね。おいや、これ一応ブログっていうか感覚のブログがあるんですよ、はい、でそこにちょっとアップしてちょっと宣伝しようかなと思って、もしよければその前でなんかちょっと 2,3 分おしゃべりいただくと、あ、人が、人が来るかどうか分かんないですけど、ね、まあ、あ、そしたらその前にね、ちょっと話、そうですね、させておいてもらいます、はいはい、一応ね、これが鈴鹿とか、あれ、これ先生のところ、あれ3年、4年前ですか。あ、そうですね、なんかありましたね、はい、で今もずっとこういう形で続けて、この間大雨の中、はい、走ってきてるわけですよ、はい、で今まではあのバッテリー通過のレギュレーションでは4つですね、2キロ積んで大体100キロは走るんですよ最低。あのというのはもっと我々に乗ってはあのスピードコントロールするんでもっと走ると思うんですが、学生さんとかの場合どうしてもこう横が走ってきたらまだ余分に踏むとかね、アクセルワークができないんでね、はい、あの燃費悪くなりますし、それでも大体100キロぐらい走ってるんですね。それで今もう一つはね、最近あのやっぱり電気自動車という一つの流れ、大きな流れの中でね、バッテリー切れした場合、もうそこで終わりやと。でここで我々あの小型の燃料電池持ってましたんで、はい、小型の燃料電池から補充電やろうと走りながら、はい、ということで航続距離を伸ばすことができる、はい、でこれの水素の吸蔵合金なんですね。これ20年前のタンクまだ生きてるんです、はい、でこれで大体300ワット出るんですよ。そしたらこう300ワットっていうことは、あの、バッテリー1個自身が250ワットですから、1個半ぐらいのバッテリー容量を持ってるわけですね。あの、まあ、当然燃料電池変換しないといけないんですけどね。そういうことからしたらカートリッジを2本ぐらい、それとカートリッジ自身がバッテリーに比べてですね、7掛けぐらいなんですよ。3割ぐらい軽いんですよ。これ1本で大体どれぐらい充電できるんですか？これ1本ですか？このボンベ1本で。ボンベ1本でね、300リッター水素が入ってる。入ってる。だからそれはあの1リッターあたり1ワットぐらい換算できますので、そういう形になれば300ワット出ると。まあ、当然ちょっとあのメーカーでは250ワットで、まあ、1時間250ワットで、使えるという話なんですけども、まあ、容量的にはフル入ったら300リッター入りますんでね、まあ、そういうことで、補充電としては十分、バッテリー電圧をちょっとできたら補充電かけていけば、で将来そういう水素の、まあ、ステーションとかいろいろ出てきたら、こういうカートリッジがですね、普通のプロ、ブタンのボンベみたいな形でね、燃料代だけでリースを入れるんですかね、保証金、本体保証で、まあ、例えば5000円入れとけば、水素、まあ、200円か300円で、でキャンプの時はこれだけがですね外せると、要するにもう着脱いうか外せるんで、もうどこでもまたあのキャンプとかどっかあの家の地下室でですね、なんかちょっとしようと思う作業する場合でも、ちょっと乾電池じゃ物足りないなっていう場合ですね、ここからそれとは電動のなんとかドライバーですか、ドリルとか、まあ、使えるという話ですね。でもう一つは我々がやってるのは、やはりこれは電気自動車が本来あのパワーステーションになるんで、災害の時にこういう風な照明をね使えば十分役に立つと。あれは六甲山の重装でもこういう LED 使って3年ぐらいとか、車六甲山持ち上げてですね、照明を取ってますんでね。これモーター2つですよね。
はい、これはね一応ね片っぽダミーです。あ、ダミーで打たれます。 600W なんで、バッテリーが 1.2 キロになるんで、うん、もう普通の道路走れなくなるか、容量が大きくなる、もしくはもうカットするかね、あの公道を走るときはもう、片に駆動にしますとか。だから免許ナンバー取る、取れになった、これもう10年前ですからナンバー、こういう形の車はね、これ前の乗ったやつですね。そうです、一番昔からある。いや、これはもう、ブレーキ自身がもうドランブレーキなんで、はい、これはもう3年ほど前じゃもうリタイアです。あ、もうリタイアしたんですか。まあ、手入れたらまだ使えますけどね。ただ、公道はもう今のところはナンバープレートは取ってますけども、はい、公道は走ってないんですよ。あ、そうなんですか。やっぱりブレーキが性能でね。あ、ちょっと危ないんですかね。危ないよりもちょっと信頼性、我々がさ不安やから、あんまりこう道路走らせてね、トラブルでも起こったら何やってるか分かりませんので、まあこれも燃料電池ですか。これがね20年前の34の燃料電池、一番最初に積んでた燃料電池、あれです、はい、これのですね、コンセプトがね、